6体。アヌビス、3体。アマテラス、3体。ガネーショ、4体。ポセイドン、1体。そして新キャラ、クロノスデスラ1体。なのにずっと欲しいアフロちゃんだけなんで出ないんじゃー。はい、ギガントゼウス確定ガチャはもちろん、これまで極猫祭、超猫祭でも狙ってきましたが、アフロちゃんだけ、マジで全然出ない？ってことで今日でもうこの呪縛を終わらせるぞ。できれば20連で出したいけど、今日は追加で30連目も考えているわ。もうさすがに、アフロちゃん待ちくたびれちゃったよな。さあ、確定前に1体でも超激レア出てほしいとこだが。おお、超激レアじゃないけど、激レアの新キャラ出ました。戦隊ションベンリン、ニューレンナンを。アフロ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 。レアパラダイス。はい残念、お次で確定枠となります。出ました。アマテラス4体目。やはり、アフロちゃんの呪いは継続するのか。マジで出ないな、まあ切り替えて20連目いきます。頼む、できればここで引いちゃいたい。サーファー猫ちゃん、見てるだけで寒いぞ。頼む、今度は確定前に超激レアを。残念。残念。まあニャンコの場合レアキャラも結構使うから、外れってことはないけども、やっぱ欲しいのは超激レア。できたー。お、前回アフロちゃん狙いで引いた時に初ゲット、このガチャの新キャラクロノス。でまさかのクロノスに連続。ま、マジか、同じ超激レアに連続とか、めっちゃ確率低いこんなミラクルは起こるのに。どうしてアフロちゃんに対価出ないの？それな、マジで主のアカウントにはアフロちゃん実装されてるのか疑うレベル。はい、それじゃあお次、確定枠。やっぱ出ない？アフロ出ない？なんで出ない？しょうがない、20連でゲットしたかったが、こうなったら魔法発動。いつの間にか猫感が増えたぜ。課金しただけな。ということで3度目の正直。さすがにね、そろそろ出ないとマジでおかしいぞ。でまたちにか？やばい、にゃんこ史上初かもしれない。超激レアなのに嬉しさより悲しさが勝っている。普段だったらかぶりでも、超激レア出るだけで嬉しいけどな。さすがにここまでアフロでなくて、他の超激レアが出ちゃうとなんか無駄に運使って損した気分。マジで、もうこれで出なかったらアフロちゃんは諦めようかな。どんどん諦めが近づいてきております。残念、お次で確定枠、運命の時です。5体目、アマテラス。なんで？なんでなの？はい、ということで今回の30連で。ゼウス、6体。アヌビス、5体。アマテラス、5体。ガネーシャ、変わらず4体。ポセイドンは1体のままだけど。まさかの2連続でクロノス3体。合計超激レア23体も出して。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。